と人数少なめでグループ分かれてそれぞれでやってるんですけど、やっぱり個人の練習っていうのがとても大事になってくる時期だと思うので、今は少しずつ自分たちのリズムだったり体のその、まあ、フィジカルの部分を戻していきながらみんなで頑張ってます。まあ副キャプテンに任命された時はまあものすごく驚いたんですけど、でもなんだろう、自分たち下の世代からやれることっていうのはもちろんあると思うし、その、まあ、責任をしっかり責任感を持ってやっていきたいなっていうふうには、はい、上の人たちを支えられるように頑張りたいと思います。